コルトマーク12とは、アメリカ合衆国の航空機関砲である。第二次世界大戦後に開発されたアメリカ海軍のジェット航空機に広く搭載された。コルトマーク12は、第二次世界大戦中にアメリカ及びイギリスの戦闘機に広く搭載されていたイスパノスイザー HS404 の後継機関砲として開発された。 弾頭を軽量化するとともに発射薬量を増量した新型弾薬の採用により HS-404 と比較して方向初速と連射速度が向上した。マーク12は HS-404 系の M320mm 機関砲の後継として1950年代中頃からアメリカ海軍海兵隊向けの艦上機の主力武装として採用されるようになった。 マーク12は実戦運用において方向初速と連射速度には問題がなかったが命中精度と信頼性の低さに悩まされた。北ベトナム上空を飛行していた F-8 クルセーダーの操縦士たちは機関砲を搭載していることを心強く感じていたが特に激しい空戦軌道の最中の射撃時に作動不良による射撃停止が頻発したとも言われる。それにもかかわらず 1950年代から1970年代、初め頃までアメリカ海軍、海兵隊で、艦上戦闘機及び艦上攻撃機の標準機関砲として運用が続けられた。ありがとうございます。